新年明けましておめでとうございます。テッドハマーです。いつもテッドハマー TV をご覧になっていただいている皆さん、ぶっちゃけ今回初めて見たという方々も含め本当にありがとうございます。皆様のおかげで去年6月にこのチャンネルをキックオフした当初では考えられなかった登録者の400人超え、また私がアップした動画を合計4万回以上も再生してもらいました。もう感謝の気持ちでいっぱいです。まあいろんな課題はありますが、とにかく今年は元気に楽しく皆さんに番組を提供しようと思います。では皆さん、もうそろそろいいかな。では OK Here we go 2014 Welcome to Ted Hammer TV And here's your host Ted Hammer。 どうもアメリカ育ちの大和魂ことテッドです。改めまして新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。なんかこっちの方俺らしいな。いやー来ましたね2014年。皆さんにとって最高の1年になりそうですか？もうね、私もう年末年始もバッタバタしてましてね、しかもね年末にあげようと思った2本の動画があるんですけども、結局まだ完成せず。お蔵入り？いやいやいや、またタイミングを見てあげようと思いますが、まあただねクリスマスネタやからな、どないしよう。まあそれはちょっと置いといて、あ、ところで皆さん、年末年始にかけてね、私のコメント欄にあのシリーズの最新弾レビューを楽しみにしてまーすという書き込みを数件あったんですよ。もう仕方ございませんね、先にあのレビューをしてしまおうと思います。ということで2014年一発目のレビューをいってみようと思います。 OK Here we go。新春一発目、よっしゃ、新春一発目のアマゾン。いやー、この箱がやってまいりました。っていうことは皆さん、あのシリーズ分かりますよね。おそらくね、この箱の底にベターっと貼り付けられてると思いますけども、早速行ってみましょう。ほな行きます。あったあった。そしていつものオペを。納品書、そしてよっしゃ、スマートポッドショットストラップ。は？すいません、これちょっと娘用です。先ほど下の娘に渡してきました。めっちゃ喜んでたわ。いやいや、ちゃちゃちゃ、本題本題、ほんなん出しますせ。よっしゃ、バンダイフュージョンワークスガンダムコンバージ13。皆さん、ついに来ました、好評のガンダムコンバージ食玩シリーズの第13弾です。実は言うとね、これね、大晦日にアマゾンから発送されて、昨日の元旦の夕方に到着したんですよ。アマゾンさん、黒猫ヤマトさん、いつ休んではるんですか。私の子供の頃なんかね、正月はどの店も閉まってましたよ。えらい世の中になりましたで、ね、それでは開けていきましょう。こっから開けますぜ。よっしゃ、ほんなん行きまっせ。オープンセサミー。おいいねこれ、やっぱり。はい、そして立てていきましょうか。はい、それでは皆さん、今回のガンダムコンバージシリーズ第13弾のラインナップです。皆さんもうご存知だと思いますけども、1つのカートには10箱入ってます。そして6種類のモビルスーツが入っています。ということは4種類ダブってるんですね。そのダブってる機種の中で1機だけシークレットバージョンが入ってます。いやいや、シークレットバージョンは秘密のまましといてっていう方もいらっしゃると思いますんで、シークレットバージョンの開封は一番最後に回しますんでご安心ください。一番最後ですよ。それでは1機ずつ紹介していきましょう。おお、1990年に登場した小説「ガンダムセンチネル」から MSA0011 スペリオルガンダムと RMS141 ゼクワイン、機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーから RX78 GP03S ガンダム試作3号機ステイメン、機動戦士ガンダムユニコーンから RGM86R ジム3と MS05L ザク1スナイパータイプ、そして最後に機動戦士ゼータガンダムから NRX044 アシマー。以上6機種です。
皆さんご覧になってどう思います？かなり渋めに選んでますよね。いやー、こういう時もあってもええんちゃいますかね。それでは一つずつ開封していきます。おー、よっしゃ。Ready, set, go! できた。いやー、もうな、もう何とも言えない達成感ですね。それでは1機ずつご紹介いたします。それではまず最初にスペリオールガンダム。まあ見てください、このボリューム。前に登場したダブルゼータガンダムに匹敵するボリュームだと思いますが、でも今回はですね、特に感動したのはここのディテールね。わかります？ここの肩のエンブレム。しかもこのこっち側の肩にもあるんですよ。めっちゃ細かい。右手にはですね、ビームスマートガンが付けられていますけども、残念ながら構えることはできません。このまま固定となります。ただしですね、肩や手首などはいつも通り動くことは可能です。そしたら前から、後ろ姿ね、横、そして反対側。次はゼクワイン。いやー、どっしりしてますね。で、この青ほんまに綺麗ですわ。なんといってもね、このね、ライフルがね、かっこいいんですよね。脇で構えてますでしょ。いやー、これなんとも言えませんわ、このポージング。でね、このライフルのかっこいいところですけども、後ろにケーブルが伸びてて肩につなぐことができるんですよ。いやー、これはいいね、かっこいいわ。あと、このふくらはぎのプロペラントタンク見えます？2つ、このように別パーツとなって、このように装着します。このタンク2つ見てね、最初どこにつけんねえと思いましたけども、まあなんとか分かりました。私ガンダムセンチなら読んだことはないんですけども、いやー、これは私の中ちょっとええ感じのモビルスーツになってますよ。はい、それでは前から、後ろ姿、このようにライフルがケーブルが肩につながってますね。横、そして反対。はい、それでは3番手に、偶然にもガンダム試作機3号機ステインメンです。いやー、やっぱり白いモビルスーツはいいですね。はい、横にですね、ガンダム試作機1号機もちょっと横に並べてみましたけども、いかがでしょうか。いやー、どれもいいですよね。いや、でも3号機の方がちょっと派手さに欠けますかね。いや、でも確かにね、なんか小さめな感じもしますけども、まあこのガンダム試作3号機にはですね、あのデンドロビウムがありますから、まあこれぐらいコンパクトでいいでしょう。っていうか、あのデンドロビウム EX シリーズからそのうち出てくるんでしょうかね。はい、ということで前から、後ろ姿ね、横、そして反対側。はい、お次はジム3でございます。先ほどですね、ガンダムユニコーンで登場したっていう風に言いましたけども、いや、他のシリーズでも登場してます。ただこのようにですね、このミサイルポッドをつけているのは、機動戦士ガンダムユニコーンの時のみです。ぜひチェックしてください。あと、ライフルはつけてますけども、シールドはつけてません。で、特にこのジム3でチェックしていただきたいのは、見てください、この頭部。カメラ部分はクリアパーツで、中のカメラが透けて見えるようになってます。すっごい細かい。で、今回ね、これ組み立てるときにちょっと厄介だったのは、この頭部両側のアンテナ、これをつけるにはこの頭部1回取ってからつけた方が楽やと思います。どうしてもこのミサイルポッドが邪魔になってつけるのが困難ですわ。はい、そしたら前から、後ろ姿、横、そして反対。はい、次はザクワンスナイパータイプです。機動戦士ガンダムユニコーンではカーカス機として登場しましたよね。で、このザクですけども、かなりのディテールですよ。まずね、このライフルね、かなり細かいです。しかもこのバックパックからですね、ケーブルがライフルに伸びてるんですよ。いやー、これは憎いですね。あと、この物合い、非常に細かい作りになってます。で、このデザートタイプの色合いですけども、なかなかの出来でしょ。いや、この色合いはほんまかっこいいですよね。はい、そしたら前から、後ろ姿、横、そして反対側。そしてラストを飾るのは、機動戦士ゼータガンダムからアッシマーです。
先ほどのザクと比べてちょっと小さいですよね。小さいですけど、やたらこのアンテナがね、長いんですよ。あまりも長いからちょっと画面から出てますよね。ね、体の割にはアンテナでかいでしょ。どうやろうバランスはっていう風に思いますけども、でも可愛いんじゃないですかね。で、そしてカラーリング完全に再現できてますね。いやー、私のね気に入りの一つになるんじゃないかなという風に思いますね。肩とかね、手首は自由に動きますけども、当然変形はできません。そらできたらすごいわ。はい、そして前から後ろ姿、横、そして反対、アンテナが画面アウトしてます。いやー、これもね、今回も良かったですね。冒頭でも言いましたように、なんかかなりね渋めに選択されてるような気がするんですけども、いやー、どれもめちゃくちゃかっこいいですね。今回の13弾はかなりレベル高いですよ。いや、気のせいかもしれませんけども、私から見たらかなりね細かく作り上げられてますわ。いや、特に若い皆様の中にね、いや、このシリーズ知らんでというのもあるかもしれませんけども、いや、買って損はしないと思います。かなりかっこいいですよ。皆さん、お近くのスーパーの駄菓子屋売り場に行って、ぜひこれを一つずつゲットしてみてください。絶対いいですわ。それでは皆さん、今回のレビューをここで締めますけども、このテッドハマー TV どうぞよろしくお願いします。それでは皆さん、 See ya! Bye! Okay, everybody! Thanks for watching Ted Hammer TV! This is Ted Hammer, signing off! 登録してね! よろしく! はい、それではガンダムコンバージュ第13弾のシークレットを発表いたします。いやー、私もいろいろですね、予想しとったんですよ。私はね、おそらくこのスペリオルガンダムの赤いバージョンが出るんじゃないかなという風に予想してたんですけども、果たしてどうでしょうか?皆さんどう予測します?ほんじゃあ、行きましょうか!今回のシークレットは、ジム3ユニコーンデザートカラーバージョンです。この色もええなぁ。こっちの方がもう好きかも。いや、いかにもね、砂漠で使いまっせーっていうモビルスーツになってるね。前から、後ろ姿、横、そして反対。はい、ということで結果はジム3でした。いやー、新春早々外してしまいましたわ。めっちゃ悔しい。